あなたは大丈夫？意外と読み間違えている漢字問題が全部で24問です。では始めましょう。第1問。これ何と読む？正解はけなげ。心の持ちようが立派な様のことです。第2問。これ何と読むでしょう。正解はサボテン。サボテン科の常緑多年生植物です。第3問。この漢字何と読む。正解はさより。脱目さより科に分類される魚です。第4問。これ何と読むでしょう。正解はチキ。自分の心をよく知ってくれる人のことです。第5問。この漢字何と読むでしょう。正解はマガタマ。我が国の古代の装身具の一種です。第6問。これ何と読む。正解はまみれる。体や物の方々に汚い汚れがつくことです。第7問。これ何と読むでしょう。正解はヒバリ。スズメ目ヒバリ科ヒバリ属に分類される鳥類です。第8問。これ何と読む。正解はホテル。顔や体が熱を帯びて熱くなることです。第9問。これ何と読むでしょう。正解はひとしお。他の場合より程度が一段と増すことです。第10問。これ何と読む。正解はハッピ。和服の上着の一種です。第11問。これ何と読むでしょう。正解は訴える。物事の善悪の判定を権威のある人に求めることです。第12問。これ何と読むでしょう。正解はなおざり。物事を軽く見ていい加減に扱うことです。
第13問。この漢字なんと読む？正解はネムの木、マメ科の落葉高木です。第14問、これ何と読むでしょう？正解は埴輪。古墳時代の日本に特有の器物です。第15問、これ何と読むでしょう？正解は豆。手足などの皮膚にできる豆のような水ぶくれです。第16問、この漢字何と読むでしょう？正解は終わる。その時まで続いていたことが済むことです。第17問、これ何と読むでしょう？正解は酒焼き。江戸時代以前の日本に見られた成人男性の髪型です。第18問、この漢字何と読む？正解はケチ縁。仏道に入る縁を結ぶことです。第19問、この漢字何と読むでしょう？正解は絹絹。共にした男女が朝になって別れることです。第20問、これ何と読むでしょう？正解は移植。仕事や役割を外部の人に任せることです。第21問、これ何と読むでしょう？正解はジッポン。最近は10本が主流ですが、もともとは10本と読むのが正しいです。第22問、これ何と読むでしょう？正解は幕開。演劇で一幕が終わって次の一幕が始まるまでの間です。第23問、これ何と読むでしょう？正解はモグラ。モグラ科の哺乳類です。第24問、最後の問題です。これ何と読む？正解は早急。非常に急なことです。